ャオ、あちゃんです。昨日ね、視聴者さんから、プレゼントいただきました。で、子供が、ね、ちょっとあちゃんの留守ですよね、子供が受け取ってくれてました。ありがとうございます。いただきます。これとね、もう一箱ね、箱送ってきてくれて、で、冷凍ということで、子供が冷凍庫を入れてくれてやってんけど、野菜たっぷり家康餃子、厳選された国産野菜、浜松のブランド豚肉、夢ポークを使用、昆布、室、かつおだしで作る、あっさりめなのにうまみたっぷり、だし香る和餃子、浜松餃子じゃーって。なんか浜松の野菜餃子、ありがとうございます。浜松餃子好きでね、毎回食べて、餃子やねんけど餃子じゃない、野菜たっぷりの味がすごく好きで、ハマったん。ありがとうございます。で、ちょっと冷凍庫入れときます。今出してきてね。撮影に一回出してきてんけど、すぐ冷凍庫入れときます。ありがとうね。ちょっと待ってね。箱送ってくれて、向こうは冷蔵で、こっちは 冷凍で、こっちは冷凍じゃなかったからね、ちょいといたよーっつって、ありがとうございます。ハロウィンコクト、静岡茶使用、抹茶あずき入りコッコ、旅の心をおすそ分け、ありがとうございます。抹茶コッコ、静岡県朝比奈地区の抹茶を丁寧に練り込んだ生地に小豆とミルククリームを合わせた和菓子のようなコッコ、冷やせばミルク宇治茶の宇治金時のようにわ、の黄金バランスコッコ、ここにあり、ちょっと大人な抹茶コッコをどうぞご一服。ありがとうございます。美味しそう、抹茶大好きやから、うち子供も抹茶大好きでね、ありがとうございます。かわいい靴下と、ね、スマホが触れる、手袋はめてもスマホ触れる手袋、裏肝であったかいの、よいしょ、おー、あったかい、すごい手触りふわふわ、ありがとう。これね、大阪とかお出かけするときに、スマホすぐいちいち取らんでもね、もういけるし、ありがとうって。また冷え性で寒かったよ、ありがとうございます。靴下ね、なんかね、ボールドレッドでリボンついてかわいいありがとう、ありがとうございます。はい、ね、メールくれてて、ドメリさん、ありがとうございました。お手紙がね、入れなかったんで、あれって、これ送ってくれてありがとうね。で、ありがとうございました。浜松餃子もね、冷凍してあるんで、また子供と一緒に食べたいと思います。ありがとうございました。ドメリさん、ありがとうね。